この度お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。怪我の方もだいぶ回復しましたので、予定通り今日お仕事をすることができます。本当に関係者の方々お騒がせして本当に申し訳ありませんでした。怪我の状態は今どんな感じなんですか？もう来週には抜歯できるということなので、はい、手術されたんですか？いえ、ちょっと10針ぐらい抜く、はい、じゃあかなり長く切ってしまう。そうですね、何センチぐらいそうですね、これ最近10センチなんで、10針なので。10針、そうするとかなり血も出たりしたんじゃないですか？そうですね、はい、びっくりします。今痛みの方はどうなんですか？大丈夫です。後遺症とか何かと？大丈夫です、動きますので。はい、岡田さんがもし帰ってきてくださらなかったら、はい、もっと大変なことになってたんじゃないですか？そうですね、はい、一人ではちょっとうろたえてしまっていたので、はい、帰ってきてもらえてよかったと思います。どんな状況で、はい、手首を切っちゃったんですか？手首ではないです、親指の付け根なので。親指の付け根？はい、はい、左手の？そうです。はい、今大丈夫ですか？今は、はい、このような状態です。どんな状況でじゃあ親指の付け根を？ちょっとあんまり覚えてないんですけど、料理をしていたので、うん、はい、それで手元が狂って、はい。で、どれぐらい経ってる方さんは帰ってきてくださったんですか？そうですね、切ってそんなに経ってなかったと思います。15分とか20分ぐらいだったと思います。血が出てたのでずっとこうやって押さえてたんですけれども、自分であまりそうやって怪我をしたことがないので処置がわからないので、ちょっといろいろうろたえてたらそのところに帰ってきてくれたの。その時はどんなふうに思われました？そうですね、いやちょっと驚かせてしまったんですけど、やっぱり安心しました。はい、救急車は田畑さんが呼ばれたんですか？岡田さんが呼んでくださいました。はい、岡田さんはでもその怪我をした様子を見たとき、まずはどんなふうにおっしゃったんですか？まずはそうですね、私は手で押さえていただけなので、まずはこうタオルを持ってきてくださって、はい、止血した方がいいよっていうことで。岡田さんが来るまでにご自分でこう救急車の方とかそういったことは？そうですね、ちょっとその時のことあんまり覚えてないですけど、とにかく傷をなんとかしなきゃいけないと思ってたので、でそこまで救急車を呼ぼうっていうところまでちょっと考えは、とりあえず傷をなんとかと思ってました。一部でかぼちゃを切ってたっていうような話が出てるんですけど、はい、実際はどういう？その通りです。はい、もうそのまま臭いまんま切ってた。そうですね、はい。じゃあ何かぼちゃの煮物みたいな？その時はちょうどかぼちゃがあったので、それをなんとか、そうですね、料理できないかと思って、なんかスープとかにしようかなと思ってたんですけど。朝何時ぐらいだったんですか？朝7時ぐらいかな、7時ちょっと前とかですね。すいません、支度がありますので。はい、岡田さんに対しては今何とおっしゃりたいですか？岡田さんにですか？はい、そうですね、今ロケで頑張ってらっしゃると思いますので、はい、お仕事頑張ってくださいというのと、今回は岡田さんにもご心配をおかけしましたので、本当にご迷惑おかけしてすいませんでしたという。心配の方はあるんじゃないですか？そう、わからないんです。ありがとうございます。